なわけないよね。ほら、そうだよね。あ、振動がすごい。いやいや、もういいよ、入れちゃって、もういいよ、入れちゃって、入れちゃっていいよ。みなさん、こんにちは。プレイランドキャッスルイメージキャラクターの吉澤あかねです。本日はプレイランドキャッスル天白店に来ております。イエーイ。今日は P 大工の源さん超イダテン2絶対勝つ、こちらラッキートリガーも搭載しておりますので、絶対にラッキートリガー入れたいと思います。自信もあります。いや、もちろんもちろんもちろん。え、2パーもあるんですよね。あ、無理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 って、そういう心構えでいいんかって、引いちゃうぞっていう無理無理無理。じゃあフラグレーにならないよ。はい、もうすぐ終わらせますよ。もう今日早く帰れてよかったですね。だからキャッスル、ゲームカスタム清見演出が発生すればチャンスデイ。何この喋り方。いや、ゲームこんな喋り方なの。ゲームさんの声、先読みチャンスデイ。清見演出が発生すればチャンスデイ。チャンスデイ、大工の源さん超イダテン2は129分の1の確率で当たります。で、当たった場合は継続率が 88% で、全体の 2% でラッキートリガーに入れることができるんですけど、ラッキートリガーに入るとなんと 96% で継続するので、そこまで持っていきたいですね。まあでもラッキートリガー入んなくても通常でも続きやすいとは思うので、出玉的に、なので頑張りたいと思います。源さんは初ですか。いや、源さん初ですよ。あの、古い方も打ったことない、319の大工の源さんっていうから、もうちょっと高齢の人かと思った、主人公。あ、129分の1だから50回転ぐらいかな、多く見積もって50回転ぐらいかな。うわー、鳴った、先まで鳴ったよ。しかも女の子だし、当たったんじゃない。多分よっぽどよっぽど熱い演出が来れば大丈夫だ。お、釘いっぱい、釘いっぱい、釘いっぱい。お、1だよ。しかもこれ当たったらめっちゃいいんじゃないですか。え、当たりじゃない、これ。え、なわけないよね。ほら、そうだよね。ね、これは来ますね。これだって当たりじゃん、先読みだよ。虹色だよ。当たり、あれに、え、50回転じゃないじゃん、全然。8回、あ、8じゃない、あ、まあ、流れてるんだ、この時点で、はい。え、やばいじゃん。え、この音楽エヴァにもあるよ。そう、クラシックの、うん、これ熱いやつじゃないですか。あ、7になったんだ。全然面白くない。早すぎて全然面白くない。どうしよう。あ、こっから、こっから、まあ、当たるだけね、当たるだけいい。そう当たったんだ。なんだこのシンプルな当たり方。普段来たらめっちゃ嬉しいんだろうな。ということで、何回転だっけ、10、20回転ぐらいだった気がする。多分それぐらい。おーおお、チョゲボダス。ここから連チャンを頑張りたいと思います。あわよくばですよ、あわよくばラッキートリガーに入れたい。最初じゃあこれでいく。これ 88% で継続をします。いや、もう、あ、2、あ、危ない危ない、当たり、一瞬だ。早っ、虹色虹色。9ラウンド、2回目。で、これ9ラウンドなんで、ここで発展すれば、1人が、ああ、今のが成功するとラッキートリガー。ええー、
れ変わっちゃったかも。イエー、早っ。これ88番ですもん。それ続くわ。え、いやいや、もういいよ、入れちゃって、もういいよ、入れちゃって、入れちゃっていいよ、入れちゃっていいよ。あー、まあさすがに、さすがになかなか入らんのか。はいや、もうやばい。え、やばい、はや、え、これがもう最後のダウンホール1個なんで。やめて、ここからでいい、でいい、ここからでいい、ここからでいい。なにこれ、え、少な、少な、3分だって。しかも、え、何が面白いんですか。待って、これはなんか、まあこういうのだよって紹介してくれたのかなって。今ちょっと悔しいもんだって。ちょっと早すぎたね。早い。え、でもこんなに早く引いちゃったってことはやっぱ 2% に近づいてるんですよ。いいの、ね、なんか見た、これよ、これ釘いっぱいでしょ。おー、カンナかわいいね。お、1いいじゃん、1いいんじゃない。お願いします、お願いします。まあこれはね、これはいつもいつも、こっからですよね。演舞、かつあげ、おー、あ、やばいよ、危ないよ、危ないよ。おお、頑張れゲス。あ、ハチマキの色も赤だった。金文字じゃん。これはよっぽど大丈夫。うん、よっぽどよっぽど。あ、これこれこれ。イエーイ、参戦。これが仲間参戦。そうそうそう。うん、さすがに、さすがに。このアマやってんでー、プチュン。あー、さっきのなんか光を感じる。さっきの、おー、ブルブルを、64回転大当たり。なんでやねー。おー、いい当たりだね、いい当たりだね、いい当たりだね。お、これですか。連打がいい。やばい、当たるかな。え、これがラッシュってことですよね。これで光ればラッシュ。うわー、頑張って、本当に本当に頑張って。お願い、お願い、お願い、これいつまで、お願い。あ、やばい、音が消えた。ダメでした。
願ったのに。いやー、きついきついきつい。きつい。単発ってこと？単発。いや、悪くないよ、当たり方は。うわー、連打じゃなかったか。そうや、リゼロ2もいつも連打してない。あー、裏切ったからか。ね、これはちょっと自分のミスですかね。連打にしたのがあかんかった。はや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 、23回転ですよ。これですよ、大工の源さんのラッキートリガーは。もう早い、初当たりが。初当たり早いとね、もう短時間で楽しめるんちゃうんです。おー、ファイヤー。おー、あ、この焼物が落ちてくるのが結構熱い。おお、これ落ちると熱いんだ。いい位置だぜ。すごい。え、ブルブルしたよ。まあ、これはよっぽどレバブル。あー、振動がすごい。あー目が燃えてる。これチャンスアップ。 目が燃えてる。よっぽどよね。わー、やったー、みなぎってきたデイ。倒すデイ、当てるデイ。デイ、なんか出た。デイ。7になった。確定ってこと？え？すごない？なでしこらしい、かわいい。なでしこ、あー、かわいい、かわいい。がんばい。そう、おー、いけ。まだ2%、2%遠いな。
もう待って、やばい、どうしよう、ちょっと待って、あ、これ、あー、熱い。え、待って、うちの好きなフォトランプがある。え、なになに、押したらいい？いや、押さなくていい。あ、のぼせた、のぼせた、のぼせた、これ。いや、でも最後の復活の可能性もあるんで。最後？のぼせた、のぼせた、のぼせた。ダメ。あー、ちょっとしょぼれん。さっきよりは流れ良かったんだけどな。やっぱゲンさんってやっぱ流行るね、これは。これは流行りますね、うん、みんなが打つ理由が分かりました、やっと。と断ったか分かる。決まれ。そしてカンナステージ、この次さあどうか、どうかな、カンナステージよ。テアンデイ、行くデイ。なんか熱そう。行くデイ。悪の技見せてやるデイ。やるデイ。チャンスや。お、落ちた。これはめちゃくちゃ熱い。いけるよ、いけるからの、みなぎってきたぜ、みなぎってきたぜ。これは勝てそうなんだけど、あ、なに、これ熱い、釘だ、熱そう。私、信じてる、おお。みんなは守って、すごい、天の声した、ゲンさん。おーすごい、なんか地球が、おーすごい、これは熱い、おー最強、最強、最強画面、もう覚醒してるもんだっておお、今までで一番本気だ。頑張れ頑張れ。特訓。これどうしよう、白、白か、どうしよう、バトル告知、あー、お願い、あーやばい、お、少ない少ない、お願い、あーやばい、
はい、ということで横で当たったので移動してきました。私の応援の力で掴み取ったラッシュをやっていきたいと思います。お任せよ、あとは。危なくない、全然危なくない、全然危なくない。駆け抜けは大丈夫、駆け抜けは大丈夫。おっ、いいね、調子が、調子いい、調子良すぎ。イエイ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 。この中その来てもね、ねえ、おかしくない。やっぱ 2% の壁、人の引きで打つラッシュは気持ちいいですね。ね、ね、やっぱね。ね、でもなんかやりたくなさそうだったから打ってる。そう、代わりに打ってる。じゃ変わって。いやいや、ダメ、もう一回譲ったらダメ。うん、危ない危ない危ない。危ない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 。点2を打ったんですけど、結果発表していきたいと思います。投資375玉、回収1274玉、結果プラス899玉でした。すごいすごいすごい。ラッキートリガーは得意ですからね、私は。これはラッキートリガー入った人が言うセリフなんです。いや、はい、ラッキートリガーに入りかけたんです。私はいっぱいこうシューって予兆があったじゃないですか。あれいっぱい来たし、入りかけてる、入ってないわけではない。予兆に入れない人もいるんです、この世には。だから私は偉い。勝ちは勝ちですよ。800玉って美味しいご飯食べれる。食べれるか、食べる。あ、しゃぶ用いける、しゃぶ用食べ放題いける。具体的すぎる。ラッキートリガーなんかまだ他にもあるので、そっちもやりたいです。フェアリーテイルも入ったり。フェアリーテイルやりたい。このスバもやりたい。この素晴らしい満発に祝福をってする。はい、はい、お願いします。はい、ということで今回お邪魔したプレイランドキャッスル天爆店には、今日打ったゲンさんをはじめたくさんのラッキートリガーが導入されておりますので、皆さん遊びに来てください。それでは次回の動画でお会いしましょう。 It's show time!